中年オタッキーです。実はね、ついさっき動画撮影してね、まだ編集も終わってないんですけどね。今ちょっと家に帰ったんですね。お風呂入りに帰ったんですけど、荷物が来てましたんでね。よいしょ。はい、開封してまいります。来ましたよ。ライブでもね、予告してましたが、レンズ交換式のレンジファインダーカメラになります。はい、では早速開けていきましょうか。これね、すぐに開けないとね、ヤフオクのね、出品者さんにね、評価しなきゃいけないんで。よっと。硬いな。ん？ん？ここじゃねえか。いや、どう考えてもここだよな。買った。テープがなんか硬いぞ。で、相変わらずね、壊れ物 U パックって書いてありますけど、まあ多分壊れてるとは思いますが。てか確実に壊れてると思いますけど。別に壊れ物で送らなくてもね、壊れてるんで。硬いな、このテープ。開かねえじゃん。結構適当っすね。うん。まあでもなんか慣れを感じる梱包だ。うん、慣れてるな、明らかに。なんか焼き芋みたい。ああ、肝心なところは完璧ですね。慣れを感じますね。業者さんだな。これやっちまったかもしんねえな。まあ見た目はね、見た目は結構ひどいんですけどね。じゃーん。お、シャッター幕新しいじゃん。バルナックライカではありません。レオタックスですね。シャッター速度1000分の1秒まで切れるやつですね。今スローシャッターになってる。お、いい感じだぞ。わ、これ明らかにね、ゾルキーと違いますね。軽い感触が。評判通りですね、レオタックス。ただね、もう張り側はボロボロです。これもう剥がして張り替えるしかないですよね。とりあえず接着剤でひっつけとくか。いや、でも接着剤でひっつけたら今度つけれなくなるよな、新しいのがね。うん。まあ、とりあえず。1000分の1ね。うんで、500。次は200なんだな。あんまわかんねえな。100。あんまわかんねえな。75。変わってるかな。50。ああ、変わってきたね、確かに。35。本当に35か、これ。ああ、見えてるな。フィルム厚板が見えてるから。うん。多分そのぐらいだろう。
何か、わかんなきゃ。ほんで、25から1と。25。うん。15。ん？動かねえぞ。あ、こっちしか動かねえか。あ、動いた動いた。15。うん。10。ちゃんとしてんじゃん。5。うん。ガバナも効いてます。うん、効いてます。1。ちゃんと動いてるね、これね。うん。見た目がボロいだけ？え、キーってのはなんだ？バルブってことか。タイムのことだろうな、これね。あ、戻らない。戻りません。バルブだけおかしいね。あ、でもバルブってあるな。うん。キーってなんだろう？知らない。ファインダーどうですかね。これが、構造を決めるファインダーで、これが20ぞ。あ、レンズ持ってくれよかった。あ、レンズあるんか。インダスター。インダスター50をとりあえずつけますね。どこにいるんだ、20度。薄いって書いてあったけど、もうほとんどねえな。ファインダーは汚いです。これは分解した方がいいね。わかんねえ。20度本当にわかんない。あるあるあるわ。あるあるな。俺ファインダー間違えて覗いてたか。古いライカ系のカメラはね、その、ピントを合わせるファインダーと、なんていうんですか、構図を合わせるファインダーが違いますからね。ああ、結構しっかりしてるぞ、これ。あ、しっかりしてる。ちゃんとピント合わせれるわ。無限も出てるっぽいな。うん、良好。さて、中身は。これで光漏れないんだろうね。何も入ってないね、モルトの類は。スプールもちゃんとついてます。これ撮影しようと思ったらすぐにできるな。うん。
よし。バルブのままだった。これはいいおもちゃを仕入れましたよ。ここまでしたらね、偽エルマーも欲しいとこですね。何でもいいからね。で、国産は高いんで、インダスターのね、振動式のレンズをね、探そうと思います。安いやつをね。見た目だけライカってやつですね。はい、そんなわけで今日の開封動画はここまでです。撮影他は、残りは後日ということですね。このレオタックスね、実はね、早速試写してきたんですよね。早速、もう本当に適当試写なんですけども、ケントメア400を使ってね、まあ、ちゃんと撮れるかなっていうレベルの試写なんですけどね。で、現像液もね、そんなんなんで、もう使い古しのね、汚い現像液を使ったんで、ちょっと粒子アレアレになってますが、特にね、おかしいところはないと思いますね。この2枚目の右端の方のちょっとムラが気になるけど、これ多分現像ムラだと思うんで、他はね、ほぼ、まあ、想定通りの露出で撮れておりますね。結構ね、1000分の1とかね、500分の1とかも使ったんですけど、全く問題ないと思います。このカメラ非常に撮影が楽しくてね、あっという間に36枚撮り切りました。楽しいっていうか、めんどくさいっていうかね、まあ、微妙な部分はありますけどね。で、今回はね、このインダスター50を、使ってね、ケントメアで撮ってきたんですけどね、今後ね、ジュピター8でもまあ撮ってみようとは思いますけど、結構このカメラ常用しちゃうかもしれないですね。それぐらい楽しいです。まあ、トラブルが出やすいカメラだとは思うんですけども、壊れても結構修理してくれるようなお店があると思うので、まあ修理にはそれなりのコストはかかるでしょうけどね。まあ見た目ちょっとライカっぽい。まあライカっぽいといえば完全にライカの真似なんですけどね。二眼式のファインダーでね、めんどくさいんですけど、これね、二眼式はめんどくさいっつってもね、二眼式の方がいい部分もあります。ね、ピント合わせをね、拡大するんですね、これね。一眼式だったらね、拡大しないんでね、ピント合わせがやりやすいという意味では二眼もまあ悪くないですよ。うん。ちょっとめんどくさいけどね、合わせてファインダーで移動してファインダーで撮るっていうちょっとめんどくさい作業になりますけどね。このレオタックス、まだね、この試写はね、本当に適当なんで、次は多分ジュピター8でね、本気で撮ってくると思います。はい、今日のね、カメラ紹介というか、開封動画ですねはここまでということで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿トップバッターはヒデさんさんですね。中年オタッキーさん、こんばんは。毎回楽しく拝見しております。組写真を投稿します。昨年の12月に撮りました作品名は朝日ということですね。組写真3枚組ですね。カメラニコン F3 ハイアイポイントが1枚目、これ1枚目がニコン F3 ハイアイポイント。レンズニコール F2.8、24mm ですね。フィルムが富士からの100。2枚目と3枚目はね、リコーメイト。レンズがリケノンオプティカル、リケンオプティカル F2.8、45mm。フィルムが富士から100ということです。12月は日の出が遅いので、いろんなところに朝日を入れてみました。散歩の途中で撮影しました。よろしくお願いします。ということですね。で、1枚目から行きますが、1枚目はやはりニコルレンズということでね、標準的な、画質になっております。フレアは結構大きいですね。まあ、オールドレンズなんでこんなもんなんでしょうけど。で、2枚目と3枚目はね、もう豪快にフレアが出ております。これ、
これ水が凍ってるんですね。凍った水に朝日が反射してる。3枚目の方はビルですけど、もうよくわからないぐらいフレアが出てます。これは面白いでは面白いんですね。新しいデジタルではちょっとできない写真なんで、ちょっとなんか加工してるのかなって勘違いする人もいるかもしれませんが、これはまあ普通に写ってるんですね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次がね、ファーストインパクトペプさんの投稿、3枚組ですね。6月の下旬、東京の、井の頭公園で子供と一緒に散歩に行った時の写真です。カメラニコン F100、 レンズは AFS ニッコール 2870-2.8 で、フィルムはベルビア50です。現像データ化は秋葉原のセカンドベースにお願いしました。タイトルは夏の始まり。ベルビアの緑でこんなに鮮やかに出ると思っていませんでした。もっとベルビアを使ってみたくなりましたということですね。で、作品なんですけどもね、ベルビアの緑といってもね、これね、シャドウで撮ってる写真が大半なんでね、これね、ハイライトの部分で撮ると緑もっと出ますよ。基本的にね、そのベルビアはデイライトなんでね、やはり光が当たったところで進化を発揮します。ぜひね、日光が当たったところでガンガン撮ってみてください。ものすごい色が出ますんで。はい、ファーストインパクトペプさんありがとうございます。結構お金かかるようになっちゃったのが難点ですね、ベルビアね。次がね、これ2回目のところですね。K ナイツさんでよろしいかな。こんにちは。今回は自分のアイコンにしたいをテーマに撮影した写真を投稿します。1枚目はコーヒーと葉巻の午後。カメラ α7S、 レンズは、SEL2470Z、 クリエイティブスタイルディープ、コントラストとサイドを振り気味に JPEG 撮って出し、逆光を柔らかく受けて雰囲気良いかなと思った1枚。2枚目はレコードのある午後。こちらはいつも行くカフェのレコードを撮影しました。カメラ同じく α7S、 レンズ SL50mmF14Z です。絞りを開けすぎると被写界深度が浅くなるので 2.8 にしました。さすがの解像感。設定は蒸気と同じくクリエイティブスタイルディープ、コントラストをサイドに振ってます。ホワイトバランスもいじった気がしますということですね。よろしくお願いしますということなんですけどね。作品の方なんですけどもね、1枚目の方は上の方がやや飛び気味になっておりますが、おおむねいい色、シックな色で写ってますね。これディープっていうモード僕使ったことないですけどもね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目の方はかなり暖色に振ってますね。あったかい色になってます。これホワイトバランスは結構いじってあるんじゃないかな。もしかしたら太陽光かなんかで、撮ったのかもしれませんね。白熱灯の下で太陽光で撮るとこんな感じになるんじゃないかな、多分。ちょっとやったことないからわかんないけど、リバーサルで撮ったらこんな感じの色によく出ますね。はい、Kナイツさんありがとうございます。次がね、のりかずさんの作品ですね。お疲れ様です。先日 CDS を交換したコニカ C35EF が取り上がったので早速ですが投稿します。 CDS の精度が出るかどうかわからないままできるだけ厳しい条件で撮影してきました。ちなみにフラッシュは潰れて光らないピッカリしないピッカリコニカです。よくありますね。1枚目のタイトルはチクリ、2枚目がね、キモノフォレスト。カメラ C35EF 初期モデル、フィルムニューシーガル100、よろしくお願いしますということで作品なんですが、これがなかなか雰囲気のある写真になっております。光がね、差し込むね、竹林で撮っておりますが、解像度はもう一つなんですがね、これ露出はなかなかいい感じで撮れておりますね。2枚目なんですけど、2枚目もね、これ着物の巻物がね、たくさん立ってるところで撮ってるんですけど、これね、これも自動露出で撮ってるんですよ。なかなかの写りになってますね。ニューシーガル100ということで、やや柔らかめの、描写、なかなかいい感じで写ってると思います。はい、のりかさんありがとうございます。最後は井上ひじさんの作品。組写真3枚組で、アルカリだと紫、酸だと青にというタイトル。123ともに、キャノン EOS 6D EF2870F2.8LUSM。 久しぶりの作品投稿なので、こちらのアカウントでよかったかとビクビクしながら投稿しています。このところ梅雨で、アジサイを撮影した直後ぐらいからずっとと雨です。で、明日12日から投稿日現在12日からはまた緊急事態宣言が発出されてしまうし、弱り目にたたり目ですね。やはり気分的にということですね。オタッキーさんはアジサイ撮影はあまり好まないと1年前に聞いたような気がしますが、そこはご容赦。
あのね、アジサイが好きじゃないってわけじゃなくて、アジサイの撮影が苦手なだけです。はい。で、作品なんですけどもね、1枚目から、これなかなかね、いい光が入ってますね。ただ、ちょっともうちょっと絞ってもよかったかな。アジサイの一番手前の、被写界深度がちょっと緩いような気がし、もう一段絞りたかったですね。2枚目、3枚目、特に3枚目はね、ピントの山が一番いいところに来て、いい写真になっておりますが、残念ながら3枚目は光がないような感じ。うわぁ、難しいところですね。やっぱアジサイ結構ね、条件が厳しいんでね、いい写真になりにくいというのがね、僕のね、アジサイ撮影の弱点というか苦手という、ところになるんですけどもね。はい、井上ひじさんありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日のトップバッター、今日2名紹介しますね。ももちゃさんです。ランクルももちゃさんですね。いつも楽しく視聴させていただいています。ランクルももちゃです。今回2度目の俺のカメラ投稿は国民的カメラのアサヒペンタックスの2台です。ブラックが SP、シルバーが SL です。レンズはこのボディ時代以前のオートタクマ 55mmF2 で、半自動絞りのレンズになります。とにかくこのレンズの描写が良く、最近は持ち出し回数が増えています。今はジャンク箱でゴロゴロしていますが、歴史的名機使わない手はないです。次回はこれで撮影した作品を投稿させていただきます。これからも中年オタキさん出演の我々を楽しませてくれる動画番組期待しています。それでは失礼しますということですね。このレンズね、オートタクマの 55mmF2 なんですけどね、写りは当然いいと思います。富岡工学生ですいや、まあ、富岡工学ねまあそんなわけでね、ちょっとこれね、オートタクマも写っているということで、ランクルももちゃさん2回連続になりますが、これタイトル画面にさせていただきますね。僕もこのレンズ欲しいんですけどね、結構相場高くないですかこれもう富岡ってつくだけでね、すごく高値になっちゃうんですが、はい、ランクルももちゃさんありがとうございます。次はね、ケンちゃんさんの投稿ですね。俺のカメラの投稿です。キャノン AV1 です。FL50mmF1.8 つけてます。ファインダーの見やすさと FL 先っちょにある絞りがお気に入りということですね。上からの写真と2枚ありますけど、これね、初代かな、これ。FL50mmF1.8 のこれ1型になると思いますね。前の方に、絞りダイヤルがあるのでね。これぐるぐるボケが発生するので有名なレンズになっておりまして、私も2本ほど持っておりますがね。描写もなかなかいいんでね。まあ、ぐるぐるボケ嫌いな人も結構多いんですけどもね。まあ、興味がある方はね、ぜひ入手してください。そんなに高くないです。はい、今日の動画はね、こんな感じになっていきますね。まあ、レンジファインダーのね、二眼じゃねえや。ライカコピーですね。ライカコピーのカメラ。どんどん揃ってきておりますがね、非常に楽しいです。まあ、めんどくさいんですけどね、めんどくさいのが非常に楽しいですね。で、ロシアンレンズでもね、十分いい写りをしますのでね、これ今回2980円で落札したんですね、可動機ね。でも、標準的な価格みたいです。まあ、ちょっと、その針側の状態が悪いとか、そんなんだったらね、もうそのぐらいの値段で買えちゃうカメラなんでね。ぜひ皆さんもね、入手してね、撮ってみてはいかがでしょうかという感じですね。もう非常にね、楽しいカメラになります。まあ、クラシックカメラの類になるんですが、写りも非常に良いということで、まあ、ちょっとね、露出系がないんでね、体感露出は必要になってきますけどね。はい、今日の動画はここまで、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方ね、ちょっとずつ、まあ、増えておりますが、まだまだ増やすつもりでおるんでね、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価、コメントの方ね、どしどしくださいね。コメントの方全然追いついておりませんが、まだ頑張ってね、返していきますんで、コメント何か感じたことがありましたらよろしくお願いします。はい、それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。